今すぐ献金が必要という電話は詐欺詐欺。 ATM で還付金という電話は詐欺。騙されるな。電子マネーの番号を教えてという電話は それも詐欺。声を掛け合ってみんなで被害防止。一人で悩まず身近な人に相談しましょう。私たちは磯電話詐欺被害防止を宣言します。私たちも応援しています。